しかし激闘もいよいよ最後の1試合になりましたね。そうですね、2日間にわたって行われたダブルエリミネーション、日本代表の切符をかけて戦ってきてましたが、いよいよこのサイクロプスアスリートゲーミングもしくはデトネーションゲーミングのどちらかが、はい、まずは1月5日に行われますオーストラリア地域での、こちら代表オフラインですね。そうですね、APAC 代表決定戦ですよね、コマを進めるんですが、ただデトネーションゲーミングデイワンの対応を受けてまさかのサッチャーではなくモンターニュ来ましたね。モンターニュの方嫌がった、これはいいですね。やはり CAG としてはサッチャーバンされるだろうというのが予想ではあったと思います、はい、ただここでマーベリックをバンしましたので、サッチャーそしてヒバナテルミットという、まあ、3人のオペレーターがピックされる可能性が高まりましたね。そして防衛のオペレーターどうするかです。蹴ったのが栄光です、はい、そして CAG が栄光蹴りました。 DNG どうするかです。まあミラーじゃないかなと思いますけども、どうですかね。いやミラーじゃなくてもいい気はします。これ前走とかでも全然いいと思いますけどね。ミラーでしたか、はい、まあ、これ防衛はそうですね、じゃあミラーエコーということで比較的スタンダードになりましたね。昨日の内容を受けてバンをしたのはあくまで攻撃のモンターニュのみになりました、ね、そうですね、まあ、DNG 一貫してミラー嫌う傾向あるんで、まあ、なのでミラーかなと思ったんですけれども、まあ、これで、オペレーターバンが決まりました、はい、モンターニュ、マーベリック、そしてミラーエコーと、そうですね、こうなると DNG がまあ、遊撃主体で守るためにモンターニュを蹴ったのかどうかというところになってくるんですけども、お、来ましたね、はい、ジムベッド守りで5用5用ピックですね。そしてマリンスカイもエラですから、おそらく展開型シールドでしょう。しかしここでキャッスル、なるほど、 S 窓、そしておそらくは監視金庫へのアーマーパネルのアプローチですかね。ただ5用は残ったんですけれども、どこにボルケンシールドを置くか気になりますね。これ確か昨日も使った気がしますね。なるほど、なるほど、まあ普通に縦置いたら強いところに置くことが多くて、ベッドの上ですね、まず S 窓からの車線が切れるのでベッドの上に一つ と、あとおそらくメイン階の、このベバーがいる W 側ですかね、このジムに対して置きましたね。これジムに対して、ね、もし仮にシャワーを無視してエントリーした際に回想現場側のプレイヤーが、そうですね、完全にあれはグラントを止められるように爆弾用ですね、はい、盾で使うというよりは完全に罠用ですね。グラントを止めるべくという感じですね、はい、あとはおそらくはガレージ側に対しても1枚ですかね、フェバーのポジションでこのヘリですね。昨日監視金庫守りでもここに盾を、まあ、これはボルケーンじゃなかったと思うんですけど、はいはいはい、1枚置いててガレージ側のローテートホールと W 窓のエントリー全部軒並み潰されるっていう傾向があって、で、まあ、CAG が、やはりクラブハウス、サッチャーと火花、まあ、テルミットも一応今回は選択肢として取れるんですけど今回取らなかったということがありますが、5用の盾がもうちょっと壊せるオペレーターをピックできる余裕が結構少ないんですよね。なるほど、なるほど、はい、かなりクラブハウスの防衛での5用ピックは、まあ、今後も流行りそうですけどね。そうですね、やっぱりその裏側から壊せる車線が取りづらいっていうのも特徴ですよね。他のマップだと比較的ある程度まで進行できたら壊せるみたいなポジションを引いてますけど、さあここでスズシーがブリーチングペレット、W 壁に対して打ち込みましたが、ここはレイラがショックワイヤー2つ置いていました。これでペレット1発分を無効化ですね。今回おそらくは、W 壁を割って回送現場に対してはあまりアプローチはないんじゃないかなと思われます。今ちょっと失敗したのでやめましたね。いやータイミングバッチリだな、レイラ。これでも真ん中なので大丈夫です。あたらここで先読みだったんで間違えちゃいましたね。さあこれはちょっと壁が割るアプローチが難しくなってますね。アヤゲーターが早い中で S 窓、そしてブラックレイも回送現場の S 窓側から車線を敷いてきました。ここでマリンスカイハードベクリー行ったんですけども、ブラックレイが投げ倒す。しかしレイラがアニツを返します。さあアヤゲーターとスーシーが S 窓からのアプローチで DNG の面々2人カットです。残ったのがあっという間にレイラのみですね、はい、
回送現場と、物流側完全に制圧されてしまいました。残り時間1分8秒あるんですけれども、ポイントは完全に抑えられています。さあレイラに対して前に出てきたブラックレイ、レイラがブラックレイをカットすることが成功しましたが、このタイミングでプラントです。スズシースーパーノバで勝ってましたねさあレイラー回送現場側に対して射精を敷きました。ここでスズシーが前に出てきたところを抑えることに成功。しかしガトラダはもうドントピークですね。いやー、これはかなり厳しいですね。さあアヤゲーターはキャッスルのアーマーパネルが剥がれる瞬間、ここはうまく射精を合わせました。はい、回送側を完全に攻略された形でしたね。まあただ力押しだったのは否めないので、はい、デトネーションゲーミングとしても、まあ、防衛のコアとなっていた W 壁が守れたことは大きいんじゃないですかね。まあ、レイラのいい持ちつきでしたけれども、防衛ポイント変えますかね。防衛拠点地下に移しましたね、はい。まあ、多分ピックずらしっていうのが結構大きな要因だったと思います。そうですね、はい。そして、CAG はここでトッケビからカピタオに変更です。はい、さあ地下守りで今回 DLG は、リーチョン、バルキリー、そしてイエガ、スモーク、マエストロと。まあ、最近クラブハウスだとテルミット、火花のダブルピック結構安定的に見てたので、バンされてないんで CAG 使ってくるかなと思ったんですけれども、火花1枚でなんとかしようっていう感じなんですね。そうですね、はい、もう補強壁を割るアプローチに関してはブリーチングペレットのみということなので、まあ、おそらくは祭壇に関しては斜線だけ通せればいいっていう考えなんだと思いますね。なるほど、まあ、ハッチを割るっていうアプローチプラス、まあ、平面の祭壇へのアプローチに変える場合は当然祭壇斜線は通す必要なんですけど、まあ、ただローテート自体できなくてもいいという判断だと思いますね。したがって武器庫保管室と祭壇どっちでもいけるんだと思います。状況を見てどっちにも切り替えていくと思いますよ。あと DNG はもっと遊撃出るかなと思ったんですけど、かなり引いて守ってますね。全員ポイント回の、そうですね、オペレーター編成だと、まあ、昨日は、サッチャーバンという環境下でドローンメタ敷いて遊撃ハードに出てましたけど、ちょっと今回は、サッチャーバンという環境でもないので、まあ、無難なまずは初戦地下守りって感じですね。こうなると CAG の結構爪が苛烈なんじゃないかなと思うんで、どう出るかですよね。さあ CAG でガトラダがガレージ倉庫に対して詰めていきます。しっかりとブラックアイを抑えて、これで DNG はガレージ倉庫の状況が分かる術がなくなりました。そしてブラックレイ祭壇横の壁を破壊して、武器庫と祭壇間のローテートホールを抑えます。そしてアニツンはメイン階の上がりを 1.5 の位置から見ています。ガトラダブルーの状況を追っていますが、この間に装甲ハッチに対してブリーチングペレットを起爆、ブルーに対して車線が通りました。キッチンはもう突き下げだけでハッチを開けないって形ですね。おそらく平面でフリダさんの言う、いや来ましたね、これハッチ割るんじゃないかな。いや今洞窟です、洞窟にペレットです。なるほどなるほど、はい、ということでペレットは全部使い切ったので祭壇割らないと。そうですね、このアプローチだったら祭壇は割らないでしょうね。これ多分洞窟とブルーじゃないですか、最終的な狙いとしては。なのでこのガレロンで揺らを潰せるかどうかはかなり、そうですね、はい、狙ってますねガトラダが。でガレージロンからの進行もあるので、これはブラックレイが揺らカットですね。でここから洞窟との進行があるので祭壇側のプレイヤーが早めに武器庫にローテートしたいですね。絶賛残り時間45秒でブラックレイブルーを抑え込みます。そしてアリツンがローテートをメイン回から抑える。これが入ってくると非常に厳しいんですが、なんと本命はバイク前ですか。さあこれはウェアリンスカイとフェバーグ、アヤゲーターとスーシーをカットすることで成功しました。ブルーから射精を敷いたガトラダがレイラーをカットしたんですが、いやでもそこで勝つか。ブラックレイアリツンが祭壇前にいたマリンスカイとフェバーをカット。残ったのは武器保管室のヤブのみですが、頭半個のガトラダをカット。そしてプラントに入っているアニツン、これは祭壇前での
プラントです。ブラックレイはブルーの中に身を隠す。さあピンを頼りにヤフーが決め打ちですが位置が追えない。はい、階段上がりましたね。クロスは敷けてません。 1V1 の状況にはなっている。位置がわからない。さあヤフーここまで詰めたんですが、やっぱれた旋回のシールのフラッグが投げたところ前詰めたんですがヤフー止められてしまった。一瞬危なかったですけどね。アニツンこれで CAG2 連続の攻撃成功。素晴らしいですね CAG、はい、セオリーを逆手に取って、洞窟が割れてるからこそ、まあ、ブルーが取られた以上は洞窟から来るだろうという判断があるという先回りで、まあ、バイク入ったというところだと思いますね、はい。まあ、結果としてブルーが取れた、軸を頼りに、DNG 側にとってそのディフェンスラインどちらに重きを置けばいいかっていうのを、まあ、かなり撹乱してましたね、はい、最後の最後まで。ただ DNG が思っていたよりも最大に熱かったですね。そうですね、はいはい、それで2枚持ってかれたんですけれども、はい、ただまあ3枚目のカバーがやっぱ出てくるところが CAG の凄さですね、はい。やはり局所的な打ち合いに関しては今のところ CAG がペースを握っている感じありますね。 DNG も決して局所的な打ち合い、特に先ほどお届けしたガッツゲーミング戦ではかなり優位に進めてたんですけれども、ただ今回に関してはやはり CAG のどこから攻めてくるかわからない作戦がかなり効いてますね。こもって守ってるんですけれども、ちょっとブルー取られた後の、ケアっていうのがちょっと DNG 側が薄かったので、はい、かなり、ブルーから進行されてしまう恐れが強いですよね。今もうカピタンがいる以上ちょっとブルー守るのほぼ無理なんで、はいはいはい、先ほどは素晴らしいガジェットの使い方しましたからね。 DNG としてはちょっとブラックアイも、かなり丁寧に壊されてたので、はい、まあ、リテイクも視野に入れてるような動きだったのかなとは思うんですけれども、CAG 側の、まあ、ドローンチェックでバルカメが壊せてるっていう状況がかなり大きかったですね。でここで CAG が、スズシテルミットとピックに切り替えてますね。なるほど、これちょっとまたアプローチ変えるっていう意図でしょうね、まあ、あと DNG がウォーデン、ユラが先ほどイエーガーでちょっとなすすべなくやられてしまったんで変化つけてきましたね。ブルーを守るってことはでも多分ないんじゃないかなと思うんですよね。おそらく引くと思いますね、はい、ローテッドホールか何かけといてブルーからは最終的に引くんじゃないかなと思うんですけど、結局カピタオが来るとどうしようもないですからね。さあラウンド3またしてもガトラダがやはりブルーガレージ倉庫から抑え込みかかります、はい、そしてガレージのはしごを上でアヤゲートのサッチャーが待ち構えてますね。ヒートチャージをまず洞窟に使うんですね。1枚となると1枚ですね。キッチン割る感じかな。洞窟割ったんだったらキッチン割る可能性ありますけどレイラがいますからね。多分ブラックレイがそこはスケルトンキーでどかして、引かせるのかなと思います。あーでもバーですね、バー割りですね。さあこれユラがニトロセルでブラックレイカットセル、あー突き上げですね。そしてアニツンは1回中央廊下で引き続き待っています。おっとしかしブルーは取られてしまった。ブルーはブラックアイの遺跡には壊されましたけれども、まあ、ブルー取られても構わないという判断だったと思います、はい。まあ、武器庫からの射線でなんとか抑えようという感じですね。さあユラがかなりニアで待ってますね、はい、これはちょっとアヤゲーター単独で行くことは難しいですね。一応バレてますね、はい。そして上からの援護がありました。ここでコンテナ前に対して撃ったんですがレイラのカバーラインでしたね。この射線か、はい、肩が見えたようです。残り時間30秒。さあそして涼しいがうまく武器庫保管室に対して詰めてきました。ドッグガンのプッシュ。さあユラが倒れましたけれどもアニツンバイク前から詰めることは難しい。しかし行きましたね。フェバーの応戦に対して、ま、見事打ち勝つ。さあ肩を出して伏せて対応アニツン。マリンスカイを倒す。ラストは洞窟から突っ込んできた涼しい。そのまま武器保管室を守っていたレイラが落ちました。いやこれ全然クロス組めてなかったんですけれども CAG
洞窟のバイクだったんでクロス全く成り立ってなかったんですけれども、局所戦で勝ちましたね。アニツンのやっぱりトリプルキルが効きましたね。効きましたね。あそこは肩出しから伏せてたんで、かなりヘッドラインずれてましたから、やはり、R4C のね、単発のダメージ単価と、はい、ヘッドラインずらしてるっていうところの相性が非常に高いですから、はい、まあ、ちょっと寄っちゃったっていう判断が、最初のバルキリーかな、伏せてにじり寄ってやられちゃったところがちょっとあったかもしれないですね。さあこれで3対0となって、一気に CAG がペースを握っています。防衛ポイントは2階監視金庫室に変更という形で、今日初めてですね。まあ、ちょっと DNG ここで踏ん張れないと、まあ、BO3 のアドバンテージもありますので、一気にこのまま CAG に流れを取られてしまうと、このまま CAG がこの BO3 で決着をつけるということになりかねませんので、ここで切り替えられるかどうか。まあ、特に CAG はDLG 側の方が警戒しているその防衛拠点、はい、まあ、例えば祭壇攻めとか、はい、武器庫攻めとかっていうところが最後の最後までどこが本命なのかちょっと分かりづらい詰め方なんで、分かりづらいですよね。で、現地にこもって守っている DLG としてやっぱり情報の生命線になっているブラックアイで何とか枚数配分を把握したいところなんですけど、まあ、それが最後まで分かってないまあ、まあ詰められちゃってるんで、ちょっと地下は守るのしばらくやめるか、もしくはちょっとガジェットをもうパルスとかに変えて守るしかないかなという気はしますね。 CAG すごいなと思ったのが、あのブラックアイはほぼほぼドローンか何かで事前に確認して全部的確に壊してるんですよね。そうですね。そのチェック能力が IQ いない中で本当すごいなと思いました。さあここでガレージを早速はプレッシャーをかけていくのは CAG。さあフェバーガレージ1回守っていたんですけれども、ここはもうさすがにあらゆる車線が通ってしまったので地下に逃げました。さあブラックレイがガレージを確認ですが、2枚、監視室とガレージにつながる壁閉めているので、このままおそらく CAG はガレージ取るでしょう。さあそして CAG としては外壁割りに行きたいところなんですけれども、まずはブラックレイは回想ゲームはロック、ここは打ち勝っていく。ちょっとユラのピーク甘かったか、ヘッドラインずれてますからね、ちょっとやっぱりあの位置で頭だとは思わないですね。さあそして難なくいい壁を割ることに成功。もう一度ペレットが入って、おそらくローテッドホール作られるでしょう。これで着々と準備が整っていく CAG。 ペレットありましたっけ、まだ残ってるのかな。おそらく3個目があるんじゃないですか。あや、なさそうです。 ありますね。ここは車線ガレージ作りましたね。車線作っただけ。さあそしてブラックアイも破壊。さあこれでもう監視に対しての準備が着々と整ってしまった CAG。 ちょっと DNG としてはどう守るかという展開になっています。下から突き上げたいところですけれども、さあここで1階のブラックレイがフェバーにカットされてます ね。 そうですね。しかしアヤゲーターがそのフェバーをカットしてカバー成立、はい、そしてガトラーダがマリンスカイをカットして涼しいが階段上、対するはヤフーですけれどもプレッシャーをどんどんかけていきます。ただ涼しいここ押さえられました。ヤフーカットに成功。これでディフューザーが落ちたんじゃないでしょうか。さあディフューザーはアニツンが回収に行きますが、そこに弾幕を張るのはヤフー。 E 階からは車線しか敷けていませんが、ここでアヤゲーターがもう一枚レーラーをカットすることに成功しました。ですので残っているのはヤフーのみ。回想現場からもプレッシャーをかけていきます。さあこれでディフューザーが取られてしまうと万事休す。さあプレッシャーをかけていくガトラだ。ただアニツはもうディフューザーを回収してプラット入っています。ヤフー無理に行くしかないんですけれども、クロスが完全に組まれているか。さあプラントが終わったアニツが立ち回る。ここはやはりガレージ2階に対してや、アヤゲーターが素早く位置を変えていました。ちょっとやっぱりそうですね、地下への攻撃もそうでしたけど、まあ、日本のチームってすごく、はい、
よくどのチームも似たり寄ったりの感じの詰め方が多いんですけど、 CAG このグランドファイナルで攻撃のパターン思いっきり変えてきてますね。そうですね、まあ、分かりやすいところで火花のペレットの使い方を見てもらえれば分かる通り、ローテートホールド作るのではなくて全て車線を通すような開け方をして、そして、まあ、そうなってくるとガレージのあの窓から入らないといけないんですけれども、そこも車線通して回送現場から最後の仕上げをすればいけるでしょうっていうアプローチだったので、これはちょっと CAG 非常にクラブハウス詰めてきてますね。 DNG としても今のさっきのイーストガベの開き方の場合だと、まあ、中に入ることも難しいですし、かつ、傾斜に対してのラペリングを行って、タイトな車線を敷くっていうことができない車線だったので、はい、まあ、実は結構早めに、外との 1V1 が仕掛けられなくもない車線だった気がするんですけれども、まあ、ちょっと普段使い慣れてない車線で先入観があったのか、結構必要以上に引いてしまっている場面が、ね、はい、多かったので、ちょっとやっぱり CAG にかき回されて DNG としてはらしさが出せない展開にどんどん持ち込まれちゃってますね。さあこれで 4-0、 まさかの展開。まあ、ファーストマップは CAG ペースで進むのではないかなと思われてはいたんですけれども、かなりの大差がつき始めています。さあここはフェーバー打ち合っていきましたけれども、ダメージを受けてしまいました。さあポイントはジムベッドに変更しています。さあアーマーパネルを破壊したのはアニツンでしょう。ここはでも一番補強壁は割れなかったんで、そうですね、はい、いい形で DNG 守れてた拠点なので、ちょっと落ち着いてね、ここまでの長い悪い流れをちょっと忘れて守りたいですね。ただ今回は落ち着きしてないですね。二度同じアプローチは通用しないと判断したようです。さあそしてこの S 窓を取れるかどうか、アヤゲーターがブリーチングチャージを貼って回送現場のアーマーパネルにアプローチはしそうです。ただまだ監視室は取れていません。外空いてるんですけれども、フェは思い切って監視室にポジショニングしています。ここはさっきのやっぱり傾斜のラペリングの車線がないので、あの足場に乗ってこない限りはフェバーに対してはスーパーロングでしか車線通せないですから。さあ補強壁が割れて、ね、はい、ただトイレにヤフーがいるんですけれども、そこに対してプレッシャーが飛んできます。少し前線を下げてガジェットで時間を稼ごうというヤフー。ただ CAG のプレッシャーが刻一刻と増していきます。さあここで飛び出しでレーラーカット、レーラーがアニツのカットですね。これ多分キッチンカーが飛び出したんですかね。そうですよね、洞窟のようには見えませんでしたね。さあしかし S 窓に取り付いたんですけれども、ガトラダがしっかり見ている。なぜそこをこのタイミングで見ているのか。しかしブラックレイがヤフーをカット、まあ、これで立ってますね。なんでドローン入ってますね。なるほどなるほど、はい、これでスモークが落ちまして、そしてトイレまでもう進行している。バスルームが取られている状況。ユラ気づけなかったですね。これはちょっとドローンを差し込みきれなかったか。ユラがブラックレイをカット。ただ涼しいがまだポジショニングしていることにユラ気づけているか。さあレイラはスタンを食らっていますけれども、まだ立ち回っている様子。さあメイン階段も上がってくるぞ。さあ少し CAG が決め手を欠いている形です。窓外とバスルームに1人。さあここで見えたレイラーをカットしたのは涼しい。おーユラーユラーすごい、スーパーハイド、近距離でのスーパーハイド、これは我慢できるか。うわ落ちかっていく。さあユラーがアヤゲーターをカット。しかしここはカバーが差し替えましたが、これは物流からのカバー間に合いましたよ。はい、フェバーがギリギリ間に合いましたね。涼しいと最後ガトラダに対してカバーを成立させました。ユラーが味方の合流待ってたのが非常に大きかったですね。そうですね、あそこで勇気持ってあれだけ待てるっていうのは素晴らしかったですね。あそこでユラーが車線切ってることで、物流側に対して入ってきてるプレイヤーがいないっていうことが分かってましたから、はい、遊撃側のプレイヤー本来であればあそこもうユラが立ってピックしてしまってやられてしまった場合だとどこまで攻撃側の前線が上がってしまってるかが分からないんですけれども、ユラがうまく味方の合流を待って、ね、はい、ピックしました。まあ、こういった味方の、合流を待って、まあ、本当にピックするということは本当にシンプルですけど一番大事なこと で、 そうです、ね、かつ、まあ、このまだポイントが得点できてない状況下で、はい、できてますから、やはりデトネーションゲーミングが
すごく成長できてるなという方ですよね。勇気と衝動を履き違えないってやつですね、はい、今のはまさしくそうですかね、そうなんですかね。まあでもあそこでやっぱり本当にもう焦ってピークしちゃいがちなところをチームのためにあそこまで抑えられるって本当にすごかったですね、はい、あそこのやっぱり踏ん張りがあったおかげで、はい逆転に成功できたですね。ただやっぱり CAG がちょっと国内のクラブハウスの試合展開とは一線を画したスピード感で詰めてきてるので、はいこもって守っている DNG がやはりこのフェバーの、ね、ブラックアイが一貫してちょっと壊されちゃってるので、そうなんですよね、はい、どうにかしてちょっと、どこが本命なのかが分からないと、さすが1か、ハッチも全部割れちゃってますから、はい、かなり厳しいと思うんで、ブラックアイまだ投げてないですね、上に投げなかったですね。そうですね、もう、はい、ちょっと現地から、ただまあここまでコンパクトに守ってて現地だと、そうですね、またねちょっと確認するのも一つ難しい部分になってくるんですが、ちょっとね引きすぎる、やっぱり CAG の準備クロスが整うとかなり自利品になっていきますからね。どこまで前線をキープできるか、ポイントでアプローチできるかが勝負どころですね。さあもう早速ブルー30秒経ったところでガトラダがアプローチ。さあこのハッチに関してはアニツンがライフラインで壊すでしょうか。いや、ここはブリッジングチャージがあるので任せましたね。さあおそらく多少なりともカメラは探しているでしょうけれども、ここはブラックレイがアッシュだったんですね。なのでちょっと突き下げができないというところも影響するかもしれません。この辺りちょっとポイント読み間違えたのかどうか。さあバーのハッチを割ることには成功。さあこれでバーと倉庫が割れている形ですけれども、キッチンには今のところ見向きもしてないですね。さあドローン回して、やはりアヤゲーターが再びここはガレージから降りて狙うか。さあスムシーが、なるほどブルーがいないと判断して車線を取りに行きましたけれども、おっとこれはペレット壊されてしまいました。その間にユラがブラックレイを突き上げでしょうか、ニトロゼルでカット成功。さあこれでわずかに車線を通ることには成功しました。これは本命はバイクですね。さあアニツンもバイクハッチから降りて武器庫に対して車線を取っています。さあ残り1分を切りました。ファーストブラッドを取っているのは DNG。これはさすがにちょっと祭壇側からブルーも取れてるので、はい、祭壇とブルーで挟み込んで、なんとか祭壇を抑え込んでしまうのが一番良さそうですね。そうですね、そしてもう祭壇にドローンが差し込まれてリソースが分かってしまっています。さあそしてロングで見えていたアニツン、そして一気に入ってアニツンダブルキル。しかしここはマリンスカイがカットしてスズシーも落としてアニツンも落とした形。さあこれで 2v3 となって防衛が引き続き人数を取っていた。アヤゲーターカット、いやーこれはレイラーすれ違ってしまった。マリンスカイとレイラーをカットしたアヤゲーター一気に人数有利を逆転。しかし残っているのはユラ。さあエースユラがクラッチを決められるか、HP は残りますか。プラント入っています。さあここで前に出たユラですけれども見つけることができません。さあ入り口これを抑えられていて最後はアヤゲーターが抑え込みました。いやブルーの攻防がやはりちょっと勝負の分岐点でしたね。アヤゲーターがあそこで2人落とせたのがやっぱり大きかったですね。そうですね、レイラーもカバーにいち早く詰めて先に動いたんでレイラーが有利だったんですけども思った以上に近かったですねアヤゲーターが。これで5対1ですか。ラウンド7を迎えて5対1、サイクロプスアスリートゲーミングがここからは防衛に切り替わりますね。デトネーションゲーミングが攻撃。いや思っていたよりもちょっと大差になってしまったかなというところですね。そうですね、内容的にもちょっと CAG のクオリティが高いなっていう感じになっちゃってますからね。やはり DNG が一貫して地下攻めに対して情報系のオペレーターバルキリーをピックしていたんですけども、まあ、そのブラックアイが的確に壊されていってしまって、はい、もう DNG としてはどこに意識裂けばいいかわからない状態が毎ラウンド続いてしまって、そこに対して打開策が出せなかったところがやっぱり痛かったですね。
そして、初手で CAG は地下守りですね。そうですね、キャッスルどう使うかちょっと注目ですね。キャッスル入ってるってことは1回多分結構厚めに守るんじゃないかなって気はしますね、はい、もう今回 CAG がミュートと文字ピックしてますから、まあ、これサッチャーバーンされてない環境でも同じように遊撃したいで守るようですね。それに対して DNG はサッチャー持ってきているので、まあ、ドローに対する阻害をいち早くなくしたいですね。まあ、やはりバーンしっかり守りましたね。2階にはブラックレイそしてアニツンの2人で、マリンスカイがガレージにはドローン上げることに成功してるんですが、おそらくは監視金庫にディスラプターもしくはペストランチャーが置かれているでしょう。そしてガトラダはこれは洞窟を割りに来るプレイヤーに対してチェックを行ってますね。さあフェバーがドローンを流しますが、メイン階どうやらディスラプターが置かれているようです。はい、さあニトロセルの起爆音が行いましたが、ここはアニツンドローンが回らないのをいいことにバーからピークしてきましたね。フェバーをカットです。さあ DNG がファーストブラッド取られてしまいました。そうですね、ちょっとフェバー前目に1人で行き過ぎた感ありますね。何か見てキルできると思ったと思うんですけれども、そしてアニツンはドローンが流れてきたことを受けて S 窓外いると分かりました。ここで、窓外との勝負ですが、一度見られている以上自分から積極的にピークはしません。味方に対してカバーラインを求めていました。ここでアヤゲーターが揺らうカット。さあヤフーがギリギリエントリーをして体力ローではありますが、アニツンをカットすることは成功。しかしアヤゲーター物流オフィスの中で粘っています。さあ改装現場からの盾が敷かれている。しかしまだ粘っています。いやー、これは引いたと思った。レイラが戻ってきましたね。そしてマリンスカイがアヤゲーターを挟み込む形。しかしステージの檻はまだブラックレイが守っている。ここは引いたと思わせておいて、しかしマリンスカイがガトラダをカットですが、メインのこのバーのカメラが残ってます。ブラックレイがメイン界ふもとをしっかり足音を聞いた味方からの報告でしょう。いや、2階の潰し方 DNG らしい、本当にもう浮いてるオペレーターどんどん潰していくっていう今大会見せてくれたらしい仕掛けだったにもかかわらず、 CAG がそれを真っ向から打ち返しましたね。結構そうですね、 CAG が、ちょっと珍しいなと思ったんですよね。はい、孤軍奮闘していたアヤゲーターが物流にいたんで、あれメイン界から誰か上がってカバーしてくるのかなと思ったんですけど、まあ、それがなかったので、そうですね、これなんでだろうなと思ってたら、まさか相手の進行方向を先読みして、はい、そこでフリーキル取りに来るとは思わなかったですね。だから DNG もカバー来なかったから引いたんだろうなと思って、はい、安易にハッチダイブしてたらそこにいたみたいな。そうですね、いやあれはちょっときついですね。さあこれでもうマッチポイント CAG、はい、6対1のスコアです。そしてここで守るのが監視金庫です。そうですね、DNG がやはり、遊撃主体の戦い方に対して引きロック入れられてない印象を受けるんで、はい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 、それはそうですね、はい、なので、まあ、直線的に詰めていってしまっている以上、やはり CAG 側の遊撃が、かなり2階から1階に対して引いていくような動きをしていて、まあ、それを自由に許してしまっているんですよね。ちょっと遊撃主体のこのクラブハウスにおける防衛側に対して有効なアプローチっていうのがちょっと CAG がおそらく DNG 持ってないだろうという判断でかなり強気に遊撃ですよ ね、 そうですねもうちょっとサッチャーバーンとかそういうの関係なく、相手がそもそも遊撃を対処潰しに来るのは正面からしか来ないだろうっていう判断で守ってますね。これはちょっと CAG がかなり昨日のクラブハウス戦で DNG の攻撃の修正やっぱり見てますね。ここもかなり前目ですね。そしてアニツンが、そうですね、いる位置カメラで見てましたからね。これはもうちょっと精神的なマウントを取りに来るような、はい、かなり前目の勝負仕掛けてきますね。もうここ7-1で終わらせられれば BO3 今後にも影響出る可能性が高いの で、もうとりあえずファーストブラッド取ってやろうっていう感じですね。も
本当に大きな王手になっちゃいますからね、ここで取られると。さあここでインストが割れました。そしてレイラがブラックレイをカットすることに成功しています。これはどうやらベッド側ですかね、はい、かなり広く広がっていたようです。しかしアニツン、ユラをカット、正面の打ち合い負けません。しかしヤグーがガトラドをカットです。これはブルーソーも飛び出したか。さあアニツンとアヤゲーターは地下にいます。そしてこの間にイースト側からヤグーが打ち込みを行います。さあ現地の状況がまだ分かっていない。そうですね、分かってないですね。さあスーシー、ここは W 側のエントリーを止めることに成功しましたが、ヤフーがスーシーをカットしました、はい。まあ、地下に2行っていたということは少し遅れましたが情報キャッチできてです。 DMG、そしてアニツ W 窓からマリンスカイに対してなんとリテイク。さあ回想現場、足元は車線が通っています。ただこれ DLG ちょっと枚数的な部分でどっちが主体となってるかがあまりキャッチできてないようです。さあここは伏せていたんですが、アヤゲータに対してはボム裏からのクイックピークでレイラーをカット。さあ残ったのはアニツのみ。さすが厳しいですねこれは。ドントピークですが、ここでアニツレイラをカット。そして前に詰めてきています。さあヤフーはボムを頼りに待ち構えています。ここはアニツをカット。ヤフーがギリギリこらえて、まずは2ラウンド目の攻撃ですね。ここで DNG ポイント取得、ラウンド9位を迎えます。まあさすがにちょっと2人地下に展開して涼しい1人踏ん張ってたんですけども、まあ、おそらくあそこでスピードアップした DNG ポイントの中の状況確認できたんでしょうね。さすがにちょっと戻りきれなかったですね。さあここで CAG はジムベッド守ります。ジムベッド守りを行って、ブラックレイが5用ピック。やはりベッドの上ですね。ここは本当にあの S 窓からの車線切れてボム中で立ち回れる範囲が大きく広がる、はい、盾なので、まあ、別にモルケンシールドでなくても、有効な盾ですね、はい、最近よく見ますよね。そして CAG は監視金庫まで広がって守るようです。全部閉めましたね。3枚閉め、なるほど、はい、となるとおそらく W2 枚とシャワー4、なるほど、ここ全部閉めてしまっていますね。ここ以外は4、5、9、あと1枚どこかな、あと1枚あるはず。1,2,3,4,5、ここまでで5枚ですね。そうですね、で、はい、階層の1枚で6。あ、ここら辺ごめんなさい、はい、6枚か、はい、6枚なんですね。で、これで階層とシャワーで4枚ですね。かなりガッチガチに締めましたね。まあそうですね、まあ割られることを想定するような感じだと思うんですけど、まあでも確かにサッチャーがいないのか。まあ、サッチャーピックはできるんですけどね、はい、結果としていないんですけど。そうですね、はい、ただいないってことは分かってはないと思います。まあ、シックスピックの可能性もありましたからね、はい、そして金庫界、これはアニツン前に進めてきました、しかしイーストからすでにエントリーしていてヤフーをカバー成功。いやー、ただこのカバーはどう考えても CAG の方が火花が落ちちゃったからな。そしてユラがアヤゲーターをカットです。さあブラックレイがまだ金庫室で粘っています。そして CC は S 窓からのプレッシャーを警戒しながら守り続けていますが、フラグで倒せたのは大きい。レイラブラックレイをフラグでカット。そしてガトラダクイックピークで一瞬金庫界に敵がいることは分かりましたが、ここは見事クイックピークのプレッシャーを頼りに引くことに成功ですね。はい、スーシーがポイントで粘ってユラを落としたんですけれども、まあ、時間はまだかなり十分ありますからね。そして物流、ここはガトラダが打ち勝つ。
ガタで今涼しい一瞬打ちましたね。そして涼しい前スタイカット、これで一気に形勢逆転です。ヤフーポイントまで入り込んだことはこれ気づかれてないようです。しかし S 窓取られてしまいました。これでそうですね、ディフューザー持ってますが、はい、ただ情報系オペレーターは、まあ、ガトラダがプラント入りましたね、はい、プラントーンは多分聞こえてます。これフェイントですね。ここでデコイとなったスズシ倒れたんですけども、ボルカンシールド起爆、ただよシャワー側に対して詰めてきていますが、ヤフー位置が分かったか。さあこれはうまく立ち回りました。そうですね、お互いに決定打を書きましたね。おそらくは涼しいからの報告もあって位置が分かってますね。はい、ただこれ涼しい起こせないでしょう。起こせないです、これは無理ですね。はい、はい、ガトラダもプラント待ちですね。さあここでヤフープラントです。さあプラントに対しては走って寄ってきましたが、音を鳴らして立ち回る。こうなると攻撃は有利ですよ。さあヤフーに対しては心拍で取りましたね。ガトラダ位置が確定。さあ距離測ってますね。さあこれはジム側まで引いてるでしょうか。しかしシャワーの中に対してはガトラダうまく決めず、そして体を一瞬出しましたがヤフーをカット。落ち着いてるな。ガトラダガジェットを最大限に使って見事有利な打ち合いに仕立て上げました。まずはサイクロプスアスリートゲーミングがファーストマップクラブハウスの試合7対2で勝利ということになりました。グッドハフ、グッドハフ。ちょっと思ってた以上に差がつきましたね。まあ、CAG ペースかと思ってはいたんですけれども、まあそうですね、やはり、CAG 側の方の攻撃のテンポの部分がまず、ちょっと国内のよくあるクラブハウスの組み立てってまあ、割るところ割ってから、はい、ポイント中の状況を確認しましょう、どっちが薄そう、どっちいけそう、じゃあ行きましょうみたいなプランとな、プランが多いんですけど、はいはいはい、CAG の場合にはもう、割るのと同時に基本はエントリーまでほぼ同時の手順で行っているように見えましたね。特に地下の印象ですよね、はい、でまあ、取れる範囲までは取ってしまって、で誰がどこ行けてるっていう情報を共有してそこからプランを練るような感じですよね。もうそこまでに人数有利が取れてれば、もうじゃあ起点となるブルーが先行っちゃってくれみたいな感じで言ってましたけど、たださすがにこの状況厳しいだろうっていうところに関しては、まあ、起点となりそうなところに対して人数を寄せ集めて、はい、まあ、20秒ぐらいかけてちょっと時間が止まるようなシーンもありましたけど、かなりシームレスにその攻撃を仕掛けてきているので、国内の、クラブハウスを想定している守り方をしているとちょっとこのペースで来られると対処できないってことになるかなという、はい、どこでしたかね。で DNG 側は地下ではちょっとあまりシールドとかのピックがなかったので、はい、まあ、純粋な射撃戦、物理での射撃戦が行われてましたけれども、ちょっと CAG 側が踏み込める範囲まで踏み込んできて一気にタイミング勝負で仕掛けてくるというのが非常にうまかったですね。そうですね、あ、まあ、お伝えしていても時間がもうありませんみたいなところはほとんどなくて、そうですね、もう1分半ぐらいでお互いに2人ずつ失ってるみたいなシチュエーションもかなり多かったですから。で、プラスして CAG 側が、防衛の遊撃主体の守り方にした時にも、まあ、ちょっと DNG 側の方の引きロックが入っていないのでかなり、CAG 側が遊撃やりたい放題ですよね、はい、まあ、エントリータイミングでも勝負を仕掛けるような